どうも、ラビトラの渡辺です。松本です。はい、今日もよろしくお願いします。はい、9月の12ですかね、多分。はい、フェス、おフェス終わりかな。なるほど、うん、かまだもうちょっとやってるか。ああ、なるほどね。うん、なんでか8時とかじゃないの。8時ぐらいやから、多分まだ最後の終盤戦。なるほどね。そうか。うん、どうなってるんですかね。怪我なく、なんかめっちゃ運動とかするんだろ。どっちなんかわからんけど。何にもまだ。いや、今この時点の、うん、俺らがこの喋ってる時点の世界線の、うん、僕らは何も知らないんで、まだ今んとこ。でも言うて3日前ぐらい。あと3日後ぐらい。2日後3日後ぐらいよ。3日後か。うん、まあ、いつものことやからさ。いつものことやから。全然ええねんけど。いいねんけど。うん、何チームか知ってます？いや、僕らは我らはもうラニーノーズチームですよ。あ、ラニーノーズを担ぐんです。優勝するぞ。前みたいになんか賞金みたいなの出るんかな。年末運動会やろ。そうそう、カウントダウン運動会やろ。そうまさかの優勝。エディオンアリーナやったっけ。我らがその黒チーム、うん、黒チームでね、あのやんちゃな見取り図の森山くんが綱引きでめっちゃ人数おるから、なんか人数20人ぐらいで綱引きやるって言ってて、3年前ぐらい、2年前か3年前、もうほんまに優勝したくて、ちょっとさとか言ってみんな集まって、ちょ黒チームちょっと来てとか言って集まって、これさとか言って5人ぐらいさ増えとってもバレへんのじゃんって言って、まあ時効ですからいいんですけど、バレへんのじゃんとか、いけるやろこれとか言って、いや絶対勝とうやとか言って、インチキツナ引き、インチキツナ引き、いけるやろこれ、5人ぐらいさ10人バレるかとか言って、でも結局やらんかって、その不正は。あ、結局やれへんかって。それでも勝ったから、まあなんか最後なんか劇的 なんか終わり方やったんちゃうかなっていう。え、賞金なんぼって言ってた。あれ賞金総額100万円って山分けするっていう。まあ、ね、人数が人数やけど、ほんで実際もらえたやん。うん、あれでも100万円分あるよな、多分な。みんなで割ってるよな、多分な。みんなでちゃんと割ってると思う。の金額やったよな、多分な。その説明言ったらあかんのかな。その説明あんまりしてくれてなかったもんな。だってそう、俺その言ってるだけかなと思っとったんよ。そのだいたい手やん、手なんかなって。こういうのってそうもらえる時もあるけど、うん、手の場合もあるやん。うん、もらえんねんなってなったもんな。明細見た時な、うん、あって、あ、何の金と思ったけど。ありがとうございます。いつもよりちょっと多い、なんでって。でもできてよかったですね、無事で。そうですね、無事に。今年もいいですよ、お客さんも。そうか、入ってて。だ、去年はもう無観客、去年というか、もうまたフェスあったやん、去年やったっけ。去年はフェスあったでしょ、一応。あって無観客で配信のみか。配信のみ、無限大ホール神保町と漫才劇場の3劇場コラボ。すごいよな、吉本すごいな、何でもできるやん、もう。マジなん、自力でもう全部できてるやん。もう時代にね、こう合わせながらこう成長していく会社なんで、やっぱり。でもさ、うん、そのなんか振り返ってさ、うん、こんな感じやったなみたいなのとかを振り返ってたことがあってさ、俺、うん、それなんかちょっと懐かしい映像を、懐かしい映像というかツイッターとかで画像を見たのよ、うん、それなんかたまたま昔、全然コンビ組む前やで、うん、俺らが、うん、でなんか吉本もオーディション受けてて入ってない状態みたいな、うんうん、時とかインディーズライブとか出てたやんか、はい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 、あの時のなんか、うん、画像みたいなのが流れてきた時にめちゃくちゃもうエモくなってさ。今と芸人全然ちゃうやん。まあ違うね、俺らが1年目2年目の時と、うん、今の1年目2年目のコーラマジ全然ちゃうやん。空気がまあな、もう違うからな、その楽屋といい、そのライブと、ライブの感じといい。ギリギリ喋れて2年上とかやん、先輩。普通に喋れて、今5年後輩とか、うん、マジ余裕で来るやん。渡辺さんとか、渡辺さんとかって、
なんかノリやってきたりとかするやん、うん、まあ、おっさんみたいな。俺ら無理やったもんな絶対。怖すぎんかった？だいぶギスギスしてた感じはするからね。売れてもね、先輩に、そのインディーズライブの先輩にさ、あめっちゃ怖かったイメージあって。ビラ配りちゃんとやれんかって怒られてたもんな。ビラ配りやって、うん、いや俺ちゃんとやって、相方が怒られてた。その当時の相方が怒られてたのかな。なんやねんとか思ってたけど、今考えるとおかしな話よ。今の方が正常というか、今の方が正常、絶対今の方がいいよな。正常よ。俺らの時はなとかって要は言うけど、うん、その先輩とか、そうそう、その部活とかでもそうやけど、うん、今マジで冷静に考えて、うん、今の方が絶対いいよな。いい、あの時が、あの時の芸人たちが変やったやんな。変やった。あの妙に尖っててさ、おしゃれすんのダサいみたいな、なかった？ちょっと芸人やから、まあ、あんまり売れてないし、そう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 、若干もうボロ目の感じは。そうそう、なんかそのおしゃれ、色気づいた格好すんのが逆にか、うん、あかんみたいな、うん、チャラいみたいな、うん、毛染めてピアスしてたりとか、うん、髪の毛染めたりとか、うん、なんかおしゃれしてます感が出てたら、うん、何やねんあいつみたいな。ただの妬みやろあれ。言うてそういう人らが出てたインディーズライブ、だいたい入場料200円とか300円やから。小学生でも見れる値段よ。だって今万劇でも毎年おしゃれランキングとかやるぐらいやから、うん、今みんなめっちゃそのちゃんと着たい服、うん、したい格好してきてるやんか。おしゃれ、あの自由やんか。逆にみっともない格好なんかしたらあかんくなってるからってなってるやんか、うん、今の方が絶対いいよ。エモくなった。あいめっちゃエモくなった。あいつ生意気やわってばり言われてたらしいから俺。俺何にもしてないねんで、目つき悪かっただけ。怖がられてたっていう話だけ。それは聞いてたん当時？当時他の先輩から。当時というよりかは今となって怖かったですもんねみたいな。俺？あそうそうそう、そう 俺のその時のコンビ、そうそうそう、いや先輩からも言われててんで。だから俺らは人見知りやから喋られへんのよ。だからそれに拍車がかかってんのよ。そう、ほんで喋られへんけど中に入りたいから近くまで寄って話聞いてんねん、黙って二人で。それがあかんねん。一番怖い。でも俺らは喋りかけてほしいと思って行ってたっていう。喋りかけてや、みんななんか閉鎖的やって、昔はほんま。だから最初がな、やっぱりこうバリアを張ってるというか、もう俺も別に人のこと言われへんからな。そうやな。そう、初めて会った時挨拶した無視したもんな。あなたやばいよあれ。じゃ無視したつもりじゃん、緊張してたから。めちゃくちゃしかとしたやんと。先輩やから何も言う。同級やったら芝居てたけどとか。ああもうあがちょっともう時間がないからちょっとサクッと行こう。あ行きますか。質問。エモくなってしまって。エモくなってしまいましたけども、はい、今回の質問はですね、約束の時間を守れない人どう思いますか。ああ。約束した時間ダメなんでしょうけどね、本来ね。絶対ダメやん。絶対ダメ。仕事とかも特に、友達と遊ぶとかも。でもそのまあ百歩譲ってその重要度によると思うのよ。いやそうやね、うん、仕事はとちらんやん俺あんほぼ、うん、遅刻ないやん俺ら。ないない。ネタ合わせとかどっか遊びに行くとかは俺ちょいちょいあんねん。それはなんやろ、何分に着くわっていう言い方せえへんよね。もうだってはっきり言うと、だってもう土地に確定やから。ちょっと遅れるわ、ちょっと遅れるわって言って、うん、で今向かってるって言うやん。ような、うん、家おるからな。それはね、これあるあるやと思うね、うん、この遅刻癖あるやつのニュアンスで。そうそう、今向かってるって全然家やし、うん、今から出ようとしてるし、うんうん、気持ちはっていうことやろ要は。であともうちょっとは、うん、今電車乗ったぐらいから。その訳すシートみたいな欲しいわ、その訳されてるシート。でちょっとでも遅刻を和らげるための文言で、うん、ごめんちょっとトイレ寄っていくわとか言うやん俺、うん、寄ってないから別に。そのトイレ寄っていくわってことはもうその場にはついてるやんっていう解釈になるやん相手は。そうやな、うん、ついてないから。よくないな。よくない。よくない。だから、うん、そのたまによ。でもそんなしょっちゅうじゃないで俺、毎回じゃないで。
その人との関係性にもよるでしょ。そうそう、うん、でその10時に集合とか、うん、10時半に集合とか、うん、やったらやばいけど、まあ半過ぎぐらいとかの時あるやん。なんか10時前ぐらいとか10時過ぎぐらいみたいな、うん、ほらもう10時には着いとかなあかんやんか。そんなんな正味10時過ぎぐらい集合っていうざっくりしたやん。でも、うん、大概みんな10時に来るやんか。大体で俺も分かってんねんけど、うん、分かってはいんねんけど、うん、10時過ぎって言ってたしなっていうのを自分に言い聞かして、うん、じゃあちょっと10分ぐらい遅れてもいいよなって自分に言い聞かして言ってる。そういう風に考えながらって考えにして考えながらタバコ吸ってんのよ。こういう風な段取りで今日は行こうっていう。そうそうそう、もう出なあかん時間やけどもゆっくりしてるっていう。でもダメですよ。だから俺遅刻されても別に腹立てへんねん。いやいや遊びで逆にな。いやそれはあなたの価値観で喋ってるから。それはそうそうそう、そうだから大丈夫。俺は全然いいよ、別にええよ、しゃあないよって思う。遅刻する人に対しては、あの慣れてきたら、お、何やろ、その遅刻するされることにな、うん、慣れてきたら、その定時できたらちょっとびっくりしたりするからな。うわって、そう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 、それ俺に言ってる。いや俺でもそんなか、たまにはアバウトやから、そこの時間のさじ加減は。そやな、うん、まあまあそんな感じです。そんな感じですか。鍋さんは、はい、どう思うの。まあ損せえへんように自分に言い聞かせながら、私は定時には来るけど、まあね、うん、まあ、関係性にはよるわね。そう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 、じゃあその空いた時間をじゃあこの時間に使おうっていう、そういうことなんで。言ってって感じ。遅れるんやったら遅れるんはええと。そうそうそう、遊びで何分に来るって言ってほしいかな。そんな分からんって。分かるやろ。そんな分からん。分かるやろ。何年行き来してんの、難波と家。はい、ちょっと時間が来ましたので、はい、今日ここまでにしたいと思います。トゥルトゥルトゥル、ごめんなさい、はい、はい、またお会いしましょう。さよなら、ありがとうございました。